今の南相馬でもほとんどの人のセシウム量が下がってきてるんですけど、やっぱこの辺農家の方が多いですから、あの農家の方々で一部下がりが悪い人が出始めてます。あの要はあの地元産の汚染食品を食べてしまっている人が出ているということです。だそれをいかにその防いでいくか。最初5分ぐらい少しあの基本的なこと話しますけれど、あの放射線っていうのは基本的に光ですよね。で放射性物質という石なり何なりその金属からこうバーンと飛んでくる光なわけです。それを放射線というわけですよね。で内部被曝というのは体の中に取り込んでしまって、飲んだり食べたり吸ったりすることで取り込んでしまって、そこで浴びてしまうのを内部被曝というわけですよね。だからレントゲンとか CT 撮った後に例えば子供を抱いたとして、子供に被曝するかしませんよね。自分がこう、ね、レントゲンとか浴びてるだけですから。で例えば皆さんご存知のようにアルファ線とかベータ線とかガンマ線とか聞きますよね。でベータ線は例えばこの皮膚とかを越えることができません。皮膚の表面とか熱いところを越えて中に入ってくることができないので、ベータ線がバーッと飛んできて体の中にズバーンと当たるなんてことはないんです。でもベータ線はじゃあ何で問題かというと、取り込んでしまって体の中で直接浴びてしまうとすぐそばなわけですよね。だからその内部被曝危ないんじゃないかみたいな話をしてるわけですね。僕自身は、月火水こっちに来てるんですよ。で、まあ普通に医者として働いてます。普通に外来やってアウトペーシェントクリニックを普通にやっていて、でそのあとはそのホールボディカウンターのメンテナンスとかマネジメントとかそういうのをやっていて、で週末は東京の病院で働いてるみたいなのをずっと続けてて、今1年になりますかね。そんな感じです。去年の7月の頭にそのホールボディカウンターっていうあの内部被曝の検査機がうちに入って、でそれで今のところで、一応1万4千人まで検査が終わりました。南相馬市の1万4千ですね。で、日本の大体4分の1の検査をうちでやってることになります。で、まあ、分かったことはあの一言で言うにあれば、基本的にはもうチェルノブイリなんかに比べて圧倒的に低いということはあのほぼ間違いないと思います。あの、まあ、やっぱりセシウムは検出されてしまう、あの出てしまう。なので被曝してるしてないの話をするんであればイエス、ではある。どれぐらいレベル、どれぐらいレベルかっていうのがやっぱり問題になるわけで、で例えばこの2月、この例えば3月に子ども100人ホールボディカウンターで測ったとして、何人検出すると思います？1人いかないんですよ。 0.5 人ぐらいなんです。で去年の9月だと40人ぐらい検出してました。で要はその徐々に排泄していっていて、検出率がどんどん落ちてきてるんです。要はかなりの速度でその尿なり便なりで排泄していっていて、まあ、それで分かったことは、まあ、セシウムがどんどん排泄されていって減っていってるという事実と、3月の段階で 99% 出ないということは、その3月の直前2月1月12月とかでの慢性的な生活での被曝量がかなり少なく抑えられているだろうと、まあ、一応その2点が分かったかなというふうに思ってるんです。で、あのただあのもちろん最初の頃に被曝したことは間違いない。でそれをあのもう1年経ってしまっているので、それをこう今の状況からトレースするのってかなり厳しいんです。もうそのできてしまっていて、もう分からないという状態になっているので、でただ裏を返せば、あの1年経ってもう検出しないということは、1年前に被曝したとしてもこれ以下であるぐらいのことは言えるんですよ。でその量で考えるんであれば、例えばあのロシアとかウクライナとかで言われているような値よりだいたい2桁ぐらい低いんですね、値がセシウムの検出量がぐらいの量ではあります。だそういうのを今のやっぱり問題点は南相馬市でそうなんですけれど、その福島県内だとか日本東日本でそういうのの検査を定期的にやったりとか、食品の汚染をしっかり見つけてっていうのの体制がまだ甘いことですね。若い子どものいる家庭は、まあ、例えば全然避難しなくていいと思いますか？そういう相談どうですかね。そのもちろんその
まあ、それはなかなか答えづらいですね。人によると思います。で実際にあのナーシングホームとかの老人たちが避難して死亡率が10倍ぐらいに跳ね上がりました。通常の10倍ぐらい亡くなりました。なのでそれは移動中のストレスだとか、あの見る医者が変わったりだとか、ものすごい数の老人が亡くなりました。でそれと子供も絶対ストレスを受けてるはずで、それとその例えば被爆はゼロじゃないですよね。ゼロじゃないですよね。ゼロじゃない被爆をこうどっち取るのって話にはなっちゃいます。だから全員が全員避難しないべきだとも言わないし、避難すべきだとも言えないし、いやもう正直難しいです。もちろん線量が爆発的に高いところに関してはそれは避難でいいでしょうと思いますけれど、そうじゃないところは一人一人がやっぱりちゃんと考えて、どういう収入インカムが何なのかとか、どういう職業なのかとか、どういう生活を送れるか一個一個決めていかなきゃいけないので、一概にこう一律に全員が避難です、おは避難しなくていいですみたいな話にはならないです。